私はパニコ、33歳です。実家のパニグループが経営するパニ百貨店で総務部の部長として勤務しています。総務のお仕事って大変。イベントや企画だけじゃなく、人事や労務も兼ねることもあるの。パニ百貨店の社長は母のパニカー。女性目線の細やかなサービスがお客様にもすっごく受けてるんです。おかげでパニ百貨店は飛ぶ鳥を落としまくりの勢いなの。ちょっと失礼、電話が鳴っています。どうやら社長室からの内線みたいね。はい、パニコです。社長、お疲れ様です。あ、お疲れ様。今ちょっと時間作れるかい？はい、大丈夫ですが。じゃあちょっと社長室に来ておくれ。私は総務部部長ではありますが、困った時の解決隊長でもあります。社長からこうやって連絡が来るということは、とっても嫌な予感がします。何はともあれ、行ってみますね。失礼します。パニコです。社長室に入ると、そこには同僚の中で一番仲良しの葉月がいました。ああ、時間を作ってもらって悪いね。いえ、どうかなさいましたか？いやね、今ちょっと葉月とも話していたんだけどね。社長も葉月も困った顔をしています。最近外商のお客様から苦情が増えたんだよ。それで葉月と外商部のことで話していたのさ。実はカクカクしかじからしくてね。葉月は外商部の部長をやっています。うちの百貨店は外商のお客様からも抜群の評判を得ているはずなんですが、どうやら問題の原因は3ヶ月前に入った中途採用の新人時雄らしいんです。新人とはいえ40歳、中途採用の大型新人ってことで入ってきたんだけど、その時代が様々な問題を引き起こしているらしくてね。実は葉月からは時代が入社してしばらくしてから相談を受けていたんだよ。ただまだ入社したばかりだったし、面接時から時代が自信満々で話していたように、実際入社してからの成績は素晴らしいものがあってね。なるほど。時代は年齢が私よりも上ってこともあって、なかなか指示に従ってくれないの。それに新人なのに他の従業員たちをコケにすることもあってね。時代が来てから外商部の雰囲気は本当に悪くなってる一方なのよ。そう言いながら葉月はがっくりと肩を落としたの。確か時代は他の百貨店で外商を担当していたのよね。自分の売り上げと給料が見合わないからってことで、そこを辞めてうちに面接に来たって報告を受けてるわ。確かに時代の営業力はすごいと思うわ。お客様の購買意欲を引き立てる何かがあるのかもしれないわね。その証拠にこの3ヶ月で営業成績も売り上げもトップに躍り出てる。そこは認めてあげるべきところなんだけど。しかしね、仕事ってのはそれだけじゃダメってこともあるだろ。社長の言葉に葉月は大きくうなずきました。そうなんです。いくら成績も売上もトップだとしても、やはり仕事は人間関係も大事にしないと。特に私たち外商部は店舗スタッフとの関係も良好じゃないとダメだと思っています。葉月の言う通りだよ。それでどういう苦情が来てるの？彼は外商担当としてありえないことをやらかしてるんだよ。お客様の名前を間違える、約束の時間に遅れる、注文の商品を間違えて持っていく。長年付き合いのあるお客様たちだから、説明と謝罪をすれば分かってくれるんだけどね。でもそれだって限度ってもんがあるだろ。そうね、以前も外商やっていたならそういう間違いが大きな問題ってことは分かってると思うんだけど。恥ずかしいんだけど、時代は私の手には負えないの。年下の女が僕に指図しないでっていうオーラを出しまくりなのよ。注意するとやめますよ、いいんですかみたいな感じで圧かけてくるし。優秀だったカズマくんが辞めた後釜として入ってもらったでしょ。悔しいけど成績と売り上げはカズマくんに匹敵するの。カズマくんというのは以前ここで外商をしていた人です。とても優秀だったんだけど、結婚して奥さんの家業を継ぐことになってね、泣く泣くここを退職したの。
私ちょっと時雄の過去を調べてみようかしら。ああ、あんたの情報もはすごいからね、調べてもらえると助かるよ。それとしばらく外相部に入って葉月を助けてやってくれないかい。時雄の人間性を注視するだけじゃなく、他のスタッフのフォローもしてもらわないとね。わかったわ。時雄のせいで他の社員たちが辞めるなんてことになったら大変だもの。よろしくお願いします。困った時の解決隊長出動。祖父母の代から続くこの百貨店を守らないとね。お客様も大切だけど、何よりもここで働く従業員が一番大切。これは祖父母も両親もパニグループ親戚一同も同じ思いなんです。そして翌日から私は外商部へ潜入。まあ潜入といっても従業員たちに私の顔は知れていますからね。従業員たちにはいろんな部署の点検や見回りをしてるってことにしときました。特に時を追ってところはもちろん内緒ですけどね。いしし。そして私が潜入してすぐに時雄は葉月の報告通りのことをやってくれました。時雄さん、約束の時間が過ぎてるってさっきお客様からお叱りの連絡があったのよ。あれ、おかしいな。僕は相手に14時って言ったはずなのにな。もう15分もオーバーしてるじゃないの。あれ、14時15分、おかしいな。僕の時計が狂った。でもたった15分ずれたくらいで怒るなんて心の狭い人ですね。おいおい、電話に出れば。あれ、千葉さんじゃないですか。どうしたんですか。え、葉月部長ですか。お待ちください。葉月部長、千葉様からお電話です。千葉様、どちら様。ほら、三丁目の千葉さんですよ。千葉様じゃなくて千田様でしょ。何度教えたらわかるの。ああ、すいません。なんて、まるっきり反省する気配なし。葉月が注意すれば。ああ、はいはい、わかってますよ。毎度毎度間違えるたびに葉月部長はちょっとしつこいですね。人間間違えることだってあるじゃないですか。確かに間違えることはあるわよ。でもあなたの場合ずっと間違えて覚えてるじゃないの。こりゃ葉月もイライラするわ。葉月部長、その言い方気をつけてくださいよ。このご時世、部下に圧をかけるなんてもってのほかでしょう。それに僕、ガラスの心の持ち主なんですよ。そんなに強く言われたら心にひびが入っちゃいますって。それとも僕にやめてほしいんですか。僕はやめてもいいですよ。でもやめられたら困るでしょう。なんてヘラヘラと言ってのけるんです。さらには、おいおいおい、君たち僕のやり方をしっかり覚えろよな。顧客の購買意欲をかきたてられるんだぜ。あー、でも僕の真似をするのは君たちには無理か。なんて他の従業員たちにもマウント取りまくりなの。こりゃ誰でもイライラしちゃうわ。でも神様ってやっぱりいるのね。時をどうしてやろうと考えていた矢先、調べていた時をの過去が明らかになりました。さらにはやってはいけない大きな過ちをついに時をはやらかしたんです。これであんたも終わりね。時雄が何をやらかしたかというと、うちの百貨店の外商でナンバーワンのお客様である加納様の逆鱗に触れたんです。加納様は70代の女性のお客様で、とてつもない資産家でものすごく温厚で上品な方。買い物にはいつもうちの百貨店を利用してくださっているんです。今回は冠婚葬祭のコートやスーツ、アクセサリーなどを一新したいというご希望がありました。自分だけのものじゃなく息子夫婦と孫たちの分も一緒に一新したいとのこと。これは百貨店の大きな売り上げにもつながります。そして加納様の担当は一馬くんから時雄になっていました。本当は他の担当者だったらしいけど、その人に圧をかけて無理やり時雄が交代させたって。葉月への報告もせず無断で加納様のお宅に行っちゃったそうよ。時雄が加納様宅に赴いてからすぐ加納様から葉月に連絡が入りました。葉月さん、
一体あの担当はどういうつもりなのかしら。冠婚葬祭用のコートを頼んだのにオレンジのコートを持ってきたのよ。せっかく時間を作ったっていうのにがっかりよ。購入しようと思っていたけれど、ちょっと考えさせてもらうわね。担当も変えてもらわないと困るわね。葉月はひたすら電話の向こうの加納様に頭を下げています。そして電話を切った後、時代さん、なんてことをしてくれたの。どうしてオレンジのコートをお届けしたのよ。でもほら、加納様はそこそこのおばあちゃんだから、少し明るい色の方がいいんじゃないかって僕は思いますよ。あのね、冠婚葬祭にオレンジはないでしょ。加納様のご要望を無視してどうする気よ。時代さん、まずは先方に謝罪に行きましょう。あ、僕が？なんでですか。なんでって、間違えたのはあなたでしょ。そもそもお客様が何を求めているのか、それをちゃんと理解しているの？あの、パニコ部長、その言い方、圧ですよね。え？僕今、心が折れそうになってます。言い方に気をつけてもらわないと。は？まずはパニコ部長が僕に謝罪するのが先ですよね。はあ？それができないようなら僕ここを辞めますけど、いつでも提出できるように辞表だって持ち歩いてるんです。ほら。そう言って時代は辞表を胸ポケットから取り出しました。さらにニヤニヤしながら、営業成績トップの僕が辞めたら困りますよね。だってそんなに辞めたいなら辞めればいいわ。お望み通りちゃんと受け取ってあげるからね。いしし。いえ別に。私はニコニコしながら辞表を受け取りました。え？辞めたいんでしょ。うちは辞めたい人を無理に引き止めるようなことはしないの。そんなことしたら圧になっちゃうもんね。え、おい、あなた本当に外傷のことを知ってるの？知らないでしょ。え調べさせてもらったわよ。ここに来る前のあなたのこと。私こう見えてかなりの情報通なの。な、ライバル百貨店とは横のつながりも必要でね。知り合いから情報も流れてくるってもんよ。それに私がここに来たのはあなたの言動を確認させてもらうためよ。葉月部長の注意は聞かない。同僚たちをコケにする。あなたがやっていることは最低最悪ね。な、何？それにあなたは何よりお客様に多大な迷惑をかけているでしょ。外傷部員のくせに絶対あってはならないことよ。お前、上層部が一従業員に圧をかけるか。お前ですって。私がさらにカチンときた瞬間でした。圧圧圧圧圧、うるさいね。ったく社長。社長が外傷部の部屋に入ってきました。圧といえばこっちが黙ると思ってんのかい。パニコ部長のどこが圧なんだい。当たり前のことを言ってるんだろ。会社にはルールってもんがあるんだ。それを守れないから注意を受ける、それだけのことだろ。僕が圧をかけられたと感じたんだから圧なんですよ。社長は自分の娘だから守ろうとしてるだけじゃないですか。おや、心外だね。私が公私混同してるってのかい。そうですよ。違うとでも言うんですか。社長がパニコ部長を特別扱いしたことなんかないわよ。それどころか他の社員の何倍も働かせているわ。他の社員たちも葉月の言葉に大きくうなずいています。この会社に3ヶ月もいてそんなことも見えないの？揃いも揃って、僕は今この瞬間精神的苦痛を受けました。社長、パニコ部長、葉月部長、それぞれに慰謝料を請求させてもらいます。慰謝料だって？どの口がそんなことを言えたのかね。あんたが私らに慰謝料を請求するなら私もあんたに慰謝料を請求させてもらうよ。え？私らが何も知らないとでも思ってんのかい。パニコ部長があんたのことは洗いざらい調べてくれたよ。以前の百貨店でも自称外商部だったらしいけど、実は外商部に入れなかったのよね。大抵百貨店内で接客等を学んでから
外商部に異動ってパターンが多いけど、あなたには人間性とマナーが大きく欠けていたらしいものね。虚偽の履歴書を持ってきて経歴詐欺ってことでも会社に迷惑かけてるね。それにどうやら盗っ人でもあるみたいだね。バレないとでも思った？残念ね。会社はそんなに甘くないわよ。お客様のお買い上げになった商品の中にちゃっかり自分のものも計上してるってのが発覚したよ。うちのお客様たちはうちを信じきってるから、あえて納品の際に明細書を細かく見ない方もいらっしゃる。あんたはその方たちの売り上げをつらまかしてたね。販売員として、外商担当として一番やっちゃいけないことだろうが、あんたのことは今この場で解雇する。さらに会社やお客様に迷惑をかけたってことで慰謝料も請求させてもらうからね。ピタ一文負けないし、全て一括で払ってもらうから覚悟するんだね。こうして時生は職を失った瞬間に多額の慰謝料を背負うことになったの。時生の悪行は百貨店業界であっという間に広まったもんだから、二度と百貨店で働くことはできなくなったわ。そして慰謝料を支払うために借金したもんだから、寝る間も惜しんで働くことに。周囲をコケにしまくっていたもんだから、誰も助けてくれる人もいないらしくてね。これから長い間借金を返すだけの悲しい人生を歩むことになるんじゃないかしら。ま、自業自得だもんね。一方、パニ百貨店外商部にはまた新人が入りました。よろしくお願いします。コウジはパニ百貨店の紳士服売り場で売り上げナンバーワンの実力者です。さあコウジくん、これからどんどん外商部を盛り上げてっておくれよ。はい、頑張ります。あら、コウジさん緊張してるみたいですね。外商部はみんな仲がいいし雰囲気もいいから安心して働いてくださいね。はい。これできっと他の社員たちのやる気も上がるはず。おっと、仕事用のスマホが鳴っています。もしもし、どうしました？あら、そう、お客様からのお問い合わせ。わかった、今から行くわ。どうやらまた困りごとで呼び出しがかかりました。さあ、解決隊長、いざ出陣です。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。